林常時3月24日から1960年4月5日は、日本の政治家。第41代衆議院議長、副総理、厚生大臣、内閣官房長官を歴任。伊開君党は、ジュニー、君一党局実党下大受賞。自由民権運動家としても活躍した、明治、大正期の政治家、林雄三の次男として、高知県宿毛町に生まれた。 戦後の内閣総理大臣、吉田茂の、また重定にあたる。1918年京都帝国大学法科、大学読法科を卒業する。三菱倉庫勤務を経て1923年に、スクモ町長、1927年に、高知県会議員となる。1930年の第17回衆議院議員総選挙に立候補し、当選。以後、当選11回。 1931年、犬飼内閣の鳩山一郎文部大臣秘書官となって以来、立憲政友会鳩山派幹部となる。1939年の政友会分裂に、際しては鳩山と共に政党派に所属し、政党解消後は大政翼3会に批判的な同好会に所属した。翼3選挙では、 非推薦で立候補し落選する。戦後、第一次、吉田内閣で内閣初期官庁に就任。外交官出身で内政野党部に弱い吉田を王の万木と共に補佐。王の松谷秀治と並び、吉田内閣、当人後三野と呼ばれた。第二次、第三次、吉田内閣で副総理憲法政大臣、第三次。 吉田内閣第一次改造内閣で副総理を歴任。ジップがスクモ市出身の吉田と同市出身の林の組み合わせから世間からはスクモ内閣と呼ばれた。1951年衆議院議長に就任。1952年で吉田首相が側近の福永賢治を増田に代わる自由党幹事長にすべく議員総会において 抜き打ちで指名を刊行した際に反対派が激しく抵抗し、最終的に林が自由党幹事長となった。その後に総務を務めた。がんの悪化により1960年4月5日に、没、去年71、墓所は故郷スクモ氏に立つ。廃人としても知られ、主治、ことぶき雲などとゴース。政治家、新聞記者を中心にした、区会、統廉会を主催。 富安風生に支持し、没後間の苦衆、振る合わせがある。長南林は、参議院議員で、労働大臣に就いた。次南林さすがは、くも市長に就いたが、病弱なため在職中に急成している。重慶邸岩村道夫は、戦時中に、司法大臣だったため、永久戦犯として逮捕されたが、不起訴、釈放となった。なお、少母市中心部にあった。 九輪邸宅は改修され、くも町の駅林邸で運営されている。ありがとうございます。